フランドル地方とレース。フランドル地方とレースでは、フランドル地方の繁栄が、レース産業に及ぼした影響と、1839年のベルギー王国成立後のベルギーにおけるレースについて、述べる。フランドルは、現在のオランダ南部、ベルギー西部、フランス北部にかけての地域であり、イタリアのベネツィアと共に、レース創造の地として有名である。なお、ベルギーでは、 基本的に、レースとは何本かの糸を針あるいはボビンを使って、組み合わせたものを指す。はぎ針編み、タティングレース、フィレレース、チュール刺繍、アジュール刺繍などは、原則的にレースに含まない。16世紀初頭、多くの地域におけるレースが、民間手芸の池を出ていなかった頃、フランドル地方のアントウェルペン界隈とイタリアのベネツィアにおいて、甘とのパスマンが考案された。 パスマンとは飾り紐、ブレードを組んで作ったレースのことであり、16世紀から17世紀には、ボビンレースの総称であった。フランドル地方では、フレーズ、円形の左利の周りを縁取るのに、ニードルレースより、ボビンレースが好まれ、美しいアマイトレースは、豪華な衣装を装飾した。フレーズは、ヨーロッパ中の貴族や富裕な市民の間に男女を、問わず流行し、 16世紀末のフランドル人は3段4段のフレーズをつけていた。フランドル地方のボビンレイスやレティセラ、ポアンクペンの特徴は軽やかさであり、幾何学的なモチーフの細やかな組み方が基本であり、その種類は無限であった。16世紀後半、フランドルの諸地方では、ヨーロッパ各地の王室宮廷からレイスの注文を受け、イングランド女をエリザベス一世。 スコットランド王ジェームズ六世、フランスをシャルル九世の宮廷などの需要に応えた。17世紀前半、フランドル地方の都市はヨーロッパで最も繁栄していた。1602年にオランダ人が東インド会社を設立し、アムステルダムやアントウェルペンの活気はフランドル地方の内外に経済的響きを及ぼし、消費生活用品は全般的に増大した。 メヘレン、バンシュ、ブル、え、ブルッセルの各都市がレース作りを始めた。朝の生産が豊富で、最良の方法で朝を漂白し、静止できる地方がこの時代のレース産業の拡大に適していた。フランドル地方では、パスマンが依然として流行していた。フレーズの流行が終わり、大きな平らな襟が流行り始めると、組紐的なものが少なくなり、目のつんだ、 付けないものになった。シュロの葉模様や、花瓶のような装飾模様が多くなり、テクニックも複雑なものとなった。これらのレースは、フランス王ルイ13世やイングランド王チャールズ一世の手で、沈徴された。現代では、ルイ13世様式のレースあるいはこれらを画面に、国名に書き記した偉大な芸術家の名を取り、バンダイク様式のレースと呼ばれている。フランドル地方では、 ベネツィア製のニードルレースの技法に習い、ボビンレースのメッシュを取り入れ、ベネツィアンレースの分厚いブロッドとは別の効果を上げて対抗した。このようにして17世紀中頃にはブリュッセルレースが発明された。17世紀後半、ブリュッセルレースはイギリスレースと呼ばれていた。それはイングランド議会が1662年にフランドル地方産のレース輸入を禁止する法令を、 制定し、それと共に、ベルギー産レースの自国内での生産を図ったことに、橋を発していた。商人たちは、顧客の需要を満たすため、フランドル地方産レースを大量に密輸し、イギリスレースと名付け、密かに売りさばいた。誰でも、このことを知っていたが、法令は依然として遵守され続けた。イギリスレースは、糸切りつなぎ方式のフランドル地方産レースを、意味していた。 1691年、フランスでも、ルイ14世が直例で、フランドル地方産レースの輸入を禁止したが、結果は、イギリスと同じであった。フランドル地方産のレースにはすべて関税が課せられたが、フランスとの国境では大量のレースが密輸された。17世紀までのフランドル地方では、ニードルレースは、ボビンレースの発展に比べ影が薄かった。アントウェルペン周辺では、 連続糸方式のボビンレースが生産されていた。これは、まっすぐな円の中に、唐草模様や花模様が、メッシュ地にくっきりと浮き出す細密なテクニックで、作り方が難解であった。しかし、17世紀末には、ボビンレースは、ポアンドフランスにより、地位を奪われ、フランドル地方でも、ポアンドフランスを模造していた。フランドル地方のレース工たちは、ニードルレースから発展した技術を取り入れ、 当時流行した大きなひだ飾りを作成した。まずモチーフを作り、それを網目で繋ぐピエスラポルテの技法であった。この方法により、無限に大きいひだ飾りを多数の人で作成することができた。ピエスラポルテの技法は、フランドル以外の地方、特にイタリアで急速に使われるようになった。18世紀のレース産業は、技法の多様化とともに流行への適応と、 より透き通りしなやかなレース地を表現することに力が注がれた。フランドル地方のレース産業の非常に輝かしい一時期であった。レース生産地ごとに役割が分化し、レースの種類は地名をつけて呼び分けられた。これらの技法は遥かカナダまで伝わり、現代ではその名称はもっぱら技法を表している。17世紀末からブリュッセルレースの評価が高くなり、 1685年から1750年頃までのレースは多数保存され、質量ともに高い水準を保っていた。ブルッセルレースの技法の特徴は、ピエス・ラポルテレースである点であり、ドゥロシェルと呼ばれる六角形の細かな網目地を持ち、軽いレリーフを形成する輪郭、糸の宿り気集めを詰めたとわれからなるモチーフにある。ルイ15世風の装飾制作に適し、 全ヨーロッパの王室宮廷でも手早された。ブルッセルのニードルレースで名高いのは、ブライドつなぎを用いないポアンプラ、タイラレースであった。また、ボビンレースとニードルレースの混成レースでも、他の地域より抜きん出ていた。ブルッヘでは、ブルッセルの技法を使って、より柔らかい糸で、どこにでもあるようなレースを作った。この時代には、聖職者の衣服などの装飾品を専門に作っていた。 18世紀のアントウェルペンは、廉価なレースの生産と販売を専門としていた。廉価なレースは、アメリカ大陸に輸出された。これらの廉価なレースは、バンシュやバランシェンヌのレースと非常に似ていた。現在アントウェルペンには、これらのレースの商品見本が名称と価格を添えて、保存されている。バンシュでは、ブルッセルやブルッヘと異なり、連続糸のレースを作っていた。 同じサイズの細い糸を用いて、蜘蛛の巣のような軽いレースで、ネージュという切片に似た小さな豆状の血模様が特徴あった。この地模様が大きい場合、蜘蛛と呼ばれる模様である。この模様は、板種の特徴ではあるが、他の地域でも用いられていた。折り目の緩いとあれでない場合、他の地域のレースと区別するのは難しい。板種様式のレースは18世紀に廃れた。 バランシエンヌのレースは連続糸のボビンレースであり非常に緻密で均一のトアレが特徴であった創始者のフランソワーアズ・バタールが17世紀なカバーにアントウェルペンでレースの手ほどき受けたことでアントウェルペンのレースに似たとされている18世紀にはフランドル地方の影響を抜け出し典型的なフランス風スタイルのレースを作ったグランドが非常にはっきりとし輪郭が明確で 緻密で、クリームのような、白さが、他の地域のレースとの違いである。メヘレンのレースも、連続糸のレースであった。このレースは、縁取りに太い糸を用いること、円と、平行した両側に四本糸を交差させた六角形の、網目のレゾーという特徴を持っていた。その装飾には、町の紋章である四つ用のクローバーのモチーフを、用いた。 メヘレンのレースは他と比較することのできないほど軽い太い糸で強調した輪郭のデザインの質を追求したが18世紀末には完全に衰退した。ディールのレースは連続糸のボビンレースでメヘレン同様に太い糸で縁取りされる。違いはレゾーであり明るいグランドと呼ばれる単純に交差した2本の糸だけで網目を作った。は世紀末に遡るが 1750年頃から大規模に作られ始めた。リール近くのアラスや、フランス各地、デンマークのトゥナー、スウェーデンのワルステナ、イギリスのミットランドでも作られた。イギリス風のものはバックスポイントと呼ばれている。18世紀の終わり頃、インド製のモスリンチがレースと競合し始め、レースの需要が低迷した。1789年、 フランス革命の勃発に引き続いて起こった戦争や社会的混乱により多くのレース生産地は大きな打撃を受けた。19世紀初頭、西王はフランス革命の余波により政治的、社会的変動が起きていた。貴族階級の国外脱出やレースの美しさを支えていた女皇たちの絶対数の減少によりレース産業は悪化の一途をたどった。さらに、 1830年頃に出現した木綿がアマにとって変わったことや、イギリスのが機械ジュールを発明し、レース産業界を大混乱に陥れたことで打撃を受けた。機械製チュール値は手作りの6000倍の速さでレース値を作成し、遠目に眺めると機械製には見えなかった。機械ジュールはブルジョア社会の新しい富裕層に歓迎された。 彼ら新しいレース購買層は、貴族階級の持っていた水準の高い厳格なものとは、異なる趣味を身につけていた。機械チュールの発展により、レース産業の新しい形態として、アップリケが登場した。ボビンレースやニードルレースでモチーフを作り、機械チュール地にアップリケし、本物に見えるように、アップリケの下のチュールを切り取った。制作時間が短縮し、製品の価値が下がり、 レースの価格が安くなった。第一次産業革命により、浮遊になったヨーロッパの市民階級は、機械でレースなどの製品を納得のいく方法で真似て、作るようになった。19世紀初頭、ブルッセルは、機械レースをいち早く取り入れた。1830年頃には、ドゥロシェルと呼ばれる六角形の細かな網目地は、ごく稀にしか作られなくなった。 19世紀末頃のブリュッセルの機械レースは、ボビンレースと見まがうばかりに巧みに作られた。1825年から1835年には、18世紀末に大流行したカシミアショールの装飾から、絹のブロンドレースが作られた。1830年以降、白いウェディングレースやベールが花嫁衣装として用いられた。 バランシエンヌは室内着や下着として用いられ、若い女性の下着はすべてバランシエンヌで飾られた。バランシエンヌの街では作られなくなったが、フランス北部のベイユール、ベルギーのブラバント地方のイーペル、ヘントでは、現在もバランシエンヌの最高級品を作っている。ベルギー産のバランシエンヌは、ブラバンのバランシエンヌと呼ばれている。1890年から第一次世界大戦までは、 ヨーロッパ各地で産業博覧会や万国博覧会が頻繁に開かれ、レースや刺繍の展覧会が開かれていた。機械レースはどのようなパターンでも真似て生産した。多くの種類のレースが流行したため、大衆の関心は薄れていった。機械でどんなに成功に作っても、それは機械のイミテーションに過ぎなかった。レース校の報酬は下がり、 養成期間のかかる手作りレースを学び、制作に何年も費やすこともできなくなり、そうしたいと思う者もいなくなった。一方、芸術家たちがレースに興味を持ち始め、ヨーロッパ各地に工芸学校や教習所などが設置され、新しいデザインが発表されたが、ベルギーでは芸術家はあまりレースに興味を持たなかった。第一次大戦中、ベルギーのレース校が、 アメリカ兵士のために愛国心に燃える装飾用レースの土産品を作った。1920年代大量のレースが使われた。ほとんどが機械レースであったが様式的な質は保たれていた。手作りのレースはフランスやイギリスの植民地で作られた。第二次世界大戦でヨーロッパの手作りレースは決定的に耐えた。未だにレースを作っている数少ない人々は 自分用や楽しみとして作っている。一方、機械レースは女性の下着に新しい市場を見出した。リタ・ヘイワース、ジェーン・ラッセル、マリリン・モンロー、エヴァ・ガードナーのような大女優たちがレースの下着をつけて公然と、通しこれらのエロティシズムは容認できるものとして広く受け入れられた。1960年代のウーマン・リブの運動により女性的なイメージを持つレースは、 流行から離れ、1970年代には、どこにも見当たらなくなった。しかし、1977年にイブさんイコール、ローランが黒いシャンティーレースをドレスに使って以来、久々に、クチュリエやデザイナーがレースを使い始めた。1988年以降、17世紀のフランドルレースや19世紀のポアンドブリュッセルなどから、 着装を終えた機械レースやレースのように見せる刺繍が登場した。フォーマルドレスや白のウェディングドレスも復活した。1990年頃より手作りのニードルレースやボビンレースの創作展はベルギーのいたるところで開催されるようになった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。